天体望遠鏡で撮ってるみたい。じゃじゃん、この長いレンズ、シグマの 150-500mm です。それにプラスオンしてここの部分エクステであります。よっ、これが 150-500mm のレンズ本体ですね。これがですね、エクステであります。これつけると2倍の焦点距離になります。つまりこれ最大で 1000mm の焦点距離ですね。しかも APS-C なんで 35mm 換算で 1600mm です。以前これをお見せした時にね、ぜひレビューしてくれって声がたくさん来たんですけども、レビューするほどの見識は持ち合わせていませんが、 35mm 換算で 1600mm っていうのはどんな世界が映るのか、それをね、皆さんにお見せしたいと思います。まずこのカワセミをご覧ください。このカワセミね、タムロンの 18-270mm で撮ったんですね。 270mm なんで 35mm 換算だと 432mm、 これが 500mm だとこのサイズで映るわけですね。さらに2倍のエクステつけるとこんな感じに映ります。どうですか、大きさ全然違うでしょ。 1600mm の世界っていうのはやっぱすごいんですよね。ちなみにカメラの固定はですね、ゴリラポッド SLR ズームを使ってこのように手すりに巻きつけて行っています。もっとわかりやすい例で言うと、お月さんが 270mm、 換算 432mm だとこんなもんです。それが 500mm のレンズだとこれだけになって、さらにエクステつけて 1000mm だとこんな感じです。 35mm 換算で 1600mm、 それで月を動画で撮るとこんな感じになります。もうね、大気の揺れとかがすごいですよね。天体望遠鏡で撮ってるみたい。ほんとね、ピン送りとかするだけでもプルプルするぐらいね、やっぱり超望遠っていうのは揺れに対してすごくシビアなもんですよね。かの有名な新宿副都心の高層ビル街ですけども、これを新宿から撮るのは不可能ですので、池袋から狙いました。池袋のサンシャインの屋上から狙って、新宿がすぐそこ、手が届くぐらいの近さで見えてます。こちら過去に YouTube にアップした、セミの羽化シーンをね、タイムラプスで撮影したんですが、街灯バックにシルエットのセミをこれだけの大きさで写すとなると、やっぱり 1000mm、 換算 1600mm の超望遠が必要でしたね。それから2012年の5月にあった金環日食、これもね、超望遠大活躍しましたね。これはね、見れただけでも感動したんですけどね、この超望遠で撮影することができたっていうのも、またこれが感動しましたね。ところでこれ iPhone5 で撮った写真なんですが、ここにカワセミいるの分かりますでしょうか。これ 500mm レンズ、換算 800mm で撮るとこうなります。はっきりカワセミ分かりますね。でさらに2倍のテレコンをつけて換算 1600mm にするとここまで寄れるんですね。超超超望遠レンズの魅力、伝わりましたでしょうか。